IBM3270、IBM3270、IBM3270 IBM、3270 32端末、327、70端末とは、IBM メインフレーム機とのコミュニケーションに使われる、1972年に生まれたコンピュータターミナルの表示装置、サブシステムである、1980から1990年代にかけて、 IBM のホストコンピューターへの入力、そこからの出力は主にこの表示装置を通して行われて、日本を含めた全世界の企業で広く使われた。また、このサブシステムの一部は日本で開発されている。それまでよく使われてきたシリアルアスキー端末機と違って、三千二百七十はデータストリームとして知られる大きなデータブロックを受け入れ可能とすることで必要な I O の割り込みの数を最小にする。また、専用の高速コミュニケーションインターフェースを使う。IBM は何年も前にパンチカードやターミナルの製造を止めている。しかし、IBM3270 プロトコルはメインフレームにアクセスするいくつかのアプリケーションソフトウェアにエミュレートされて広く使い続けられている。字につれて徐々に3270は使われなく、 なってきているが、また、メインフレームで動くアプリケーションで、ウェブインターフェースを持つものが増えきているが、いくつかのシチュエーションでは、例えば、コールセンターなどでは、グリーンスクリーン三千二百七十インターフェースは、今も最も生産的で有効なインターフェースである。データストリームにおいて、テキストとコントロール、または、フォーマッティング機能は、画面に散在していて、一つのオペレーションで、 画面全体を塗り替えることを許容する。これらのデバイスのフォーマッティングというコンセプトは、画面を隣接する文字のセルのクラスター、色、輝度、文字セット、書き換え、入力負荷の指定など、たくさんの属性をセットとして含むに分割することを許容する。さらに、リードマダファイドとして知られるテクニックによって変更を受けた。 入力があった複数のフォーマットフィールドの変更を他のいかなるデータの転送を伴わず一つのインプットとして読み込むことができる。このことは文字割り込みドリブンなターミナルインターフェースに慣れているユーザーにとってはキーな感じがするかもしれない。けれども大部分のウェブインターフェースはいくつかの理由からリードマダファイドと同様の方法となっている。また、 ターミナル CPU の処理能力増強という改善も行われた。最初の3270は PF キーを持たなかった。あと22個の、さらに24個の PF キーと3つの PA キーをキーボードの上から1行目か2行目装備した。それらのキーは押されると、コントロールユニット、歴史的には IBM3274 か、 IBM 3174が使われたにあい、大割り込みを発生させ、そのキー固有のコードを実行させた。ターミネーションやページアップ、ページダウン、ヘルプなどのアプリケーションプログラムの機能が一つのキー融合化で呼び出され、それによってプロセッサーへのロードを減少させる。このようにして、キー入力の一つ一つまでを CPU が担当することがなくなり、 16MB しかメモリを持たない初期の3033メインフレームコンピュータは6の下で17,500台の3,270端末をサポートした。一方、3,270は倍のような振る舞いはできない。同じ理由からローチュース1から2から3のメインフレームの3,279画面への移植は成功しなかった。移植を試みたプログラマたちは スプレッドシートのユーザーインターフェースを3279画面へ適合させることはできなかった。スプレッドシートのものはスクリーンアット、エータイムのものであってキャラクターアット、エータイムのデバイスになじまなかった。これとは対照的に IBM Office Vision の Office ソフトウェアは3270との連携に大きな成功を成し遂げた。なぜならそのデザインはよく理解され、 また何年にもわたって、プロフス、アドプスカレンダーは、世界中のオフィス端末のディスプレイ画面で最も使われた製品だったからである。常実に言及するなら、Web と HTTP は、3270の方法によく似ている。端末、ブラウザは、ユーザーの入力と画面の表示により、大きな役割、責任を与えられ、 サーバー側で情報の検索や処理を行っている間、端末とホストとのやり取りについてのホスト、サーバー側の負荷を最小にする方法が同じだからである。実際、そんなに昔ではない以前、3270端末はダム端末と比べてスマートでプログラマブルでインテリジェントであると理解されていた。IBM3270 表示端末機、サブシステムは 表示装置、プリンター、制御装置で構成されている。大まかに言って4つのステージで各種モデルが発表されて、その約9ヶ月後にそれぞれ市場投入されている。3270ターミナルエミュレーションを含む 3270PC と呼ばれた IBM PC のバージョンが1983年9月にリリースされた。後に PC、G よび PC、 GX が追加された。IBM3270 表示端末機、サブシステムのアーキテクチャーと開発は、主に、米国 IBM 開発研究所、ニューヨーク州で行われた。この研究所は、1990年代中頃の、IBM の困難な時期に閉鎖されている。プリンターは開発研究所、同州で開発された。サブシステムの拡張に伴って、 日本の IBM 藤沢開発研究所、後に大和研究所が3276表示制御装置、3178表示装置、3179カラー表示装置を開発し、英国の IBM 開発研究所が3279カラー表示装置、3287カラープリンターを開発した。製造は主にキングストンで、米国。 アジアオセアニア向けが行われ、エンディコットでプリンターを英国、スコットランドのでヨーロッパ向けが行われた。TN3270 は3270端末エミュレータに TCPIP ネットワークでのコミュニケーションを可能にするテルネットプロトコルの修正版である TCPIP に対して SNA がある。最も標準的なテルネットクライアントは TN3270 クライアントの代わりとしては使用できない。両者はプロトコルとエスケープシーケンスに大きな違いを持つからである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。